こんにちは、ブラックパレードの亮平です。今回も始まりました BP ブログ、本日はですね、こちらの再販のお話と、まあもろもろ、最近のアップデートをねさせていただければなと思っております。はい、じゃあ早速なんですけども、こちらのコーデュラユーティリティバッグスモールの V2 ですね。で、前回販売してありがたいことにすぐ完売してしまって、まあ、普段あんまり再生産しないんですけれども、今回は再生産させていただきました。で、こちらが今週末7月25日土曜日のお昼12時に、ホームページの方にアップされますので、前回買えなかった方、またね悩んでたけど逃してしまった方はぜひ今回ゲットしていただければなと思っております。まあ、ちょっとね、普通に再生産とかはちょっとね考えてないので、まあこれはね、まあそんなすぐなくならないとは思うんですけれども、なくなったらまたいろいろちょっと次考えようかなと思ってますので、まあのんびりなくなっていけばいいかなと思っておりますので、まあ興味ある方はぜひゲットしてもらえればと思います。で、あと前回発売したコーデュラの ETC ケースももう残り10個ぐらいしかないので、まあ気になっている方はお早めにお願いします。で、あと再生産なんですけれども、ライセンスフレームは今生産かけてまして、一応今月中に入荷予定で、発売、まあ、再生産の分の販売は8月の1日土曜日ですね。だから次の土曜日を予定しております。はい。で、あとプロジェクトの方はパフォーマンスショッパー実はもう仕上がって、まあ僕ちょっと乗ってるんですけど、実はまあちょっとね今手直しをしていたりとか、あと撮影をして、で、今月末に G アップマガジンが発売しますので、そちらでお披露目という形になりますので、ぜひぜひ、ゲットしていただければと思っております。で、アップマガジンもね、一応オナドライフでも取り扱いしますし、ブラックパレードのサイトにももしかしたら載せるかもしれないので、まあお近くにねいい感じの本屋さんない、とかあれば、まあ BP の商品と一緒に買っていただいてもいいかなと思ってますので、その辺はねまたアップデートを、ご確認いただければと思っております。はい。あとはフェックス LRS の方は今週またメガ東海さんの方に足を運んで、現在来てるパーツとか、まあ前回あのスイングアームのね動画を作ったんですけども、それもあの色塗ったりしてるんで、その辺の細かいところのね映像を撮りに行こうかなと思ってますので、また来週ぐらいにはそちらの方久々にアップできると思いますので、楽しみにしていてください。はい。で、まあご存知の方はいると思うんですけども、7月のね末27日になるのかな、一応で、ブラックパレード5周年に、なります。で、まあ、いろいろと、ね、企画も考えていますし、あと、まあ、お知らせもちょっとありますので、またこれとは別の動画でアップしますので、そちらもぜひ楽しみにしてください。はい。というわけで、今回は簡単にですが、こちらのユーティリティバッグ V2 のスモールですねが発売、再販となりますので、ぜひゲットしていただければと思います。詳しいねこちらの商品の説明は概要欄に前回撮ったね動画アップしておきますので、そっちをチェックしていただければと思っております。はい。というわけで、今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。